川口た之の像、川口た之のは、大正、昭和期の日本の政治家、千葉県印馬郡市、津村出身、日本国憲法制定後の初代民選千葉県知事、知事の辞任後には参議院議員を務めた、旧姓は豊田。幼少の頃に、隣村の千葉郡小手橋村の川口家の養子となる。1902年県立千葉中学校を卒業後、 陸軍や戦法兵連隊の一員として日露戦争に参加する。1915年立憲政友会から千葉県会議員に初当選、途中小手橋村長への就任などによる中断期間を挟みながら4期16年間務めた。この間1928年から1年間県会議長を務めている。だが、1940年に立憲政友会が解散して、 大政翼3会が成立すると県議の地位を退りき、1944年には公職から完全に退いた。1945年、日本が太平洋戦争で敗れて、旧政友会系の新党である日本自由党が決闘されると、川口もこれに参加して政治活動を再開、1947年初の県知事公選に自由党から出馬する。 日本新保党は内務官僚で千葉県に不任経験もある山形県知事の小田里氏を推薦して激しく争った。この他にも4人の候補が立候補した選挙は大混戦となる。4月5日に行われた投票の結果、川口は第1位となったものなど府県政の選挙規定で定められた当選に必要な最低得票に達せず、第2位の小田との決選投票となる。 この結果、日本社会党や日本共産党が小田支持を表明したため苦戦に陥ったものの、4月15日の決選投票では川口が28億4321万票を得て、24万2349票を獲得した小田を約4.2万票差で振り切って、初代民選知事に当選した。森を愛した川口は、野人知事という愛称で親しまれた。 戦争で荒廃した県内再建のために県振興5カ年計画を実施する。GHQ の干渉や財政難に悩みながらも農地改革の実行と下宇佐大地の開拓事業の促進によって自作の十12万戸を創設し県内の食料事情の大幅な改善に実績を挙げた。1950年12月、千葉市への川崎製鉄進出を見届けると 再建に一区切りついたとして、任期半年を残して辞任した。1953年代3回参議院議員、通常選挙では自由党から、地方区から出馬して当選。その後、保守合同で自由民主党が成立すると、県連会長となり、千葉日報社長なども務めた。14位、君参党局実中受賞受賞。現在千葉市の千葉県庁前に銅像が立てられている。 その他三歴代県会議長千葉県、千葉県、2021年5月8日閲覧。最初、自由党、進歩党は統一候補を模索して、元衆議院議員で、明治大学法学部教授の宇沢総明や元の感染知事である小野明の擁立を図った。ところが、宇沢は東京裁判弁護団長の職務を理由に辞退小野は、 参議院選挙への出馬を希望した。また、自由党内では、兵庫県出身の小野の擁立に反対する意見もあった。このため、自由党は、政治の第一線から退いていた川口を説得して、出馬に同意させ、小野を参議院選挙の候補にすることで新歩党との合意を図った。だが、新歩党内では、独自候補擁立論が高まり、 すでに無所属で出馬表明していた小田を急遽推薦候補とした第一編、第二章 P135 から137。得票順に、川口ためのす小田里氏、山口久太、石井はじめ、萩原中、金子大蔵。1位の川口は、全有効投票数の約33.4%しか獲得できず、同府県政の規定に基づいて、 川口、小田の上位2名による決戦投票が実施されることになった。ありがとうございます。